それにしてもおめえ、俺に服の見立て頼むってことはセンスねえって自覚があったんだな。余計なお世話だ。これは別に無難に。済ませてだけだよ。お前も適当にやってくれりゃいい。何言ってんだ。俺がやるからには手は抜かねえよ。きっちり気合の入った仇に仕立ててやるって。いや、普通でいいって言ってんだろう。まあ任せておけ。ちょっとそがら、口がきせんだよ。後悔するなよ。おい、キリュウ。すみません。それと人に合わせてくださ。おお。危ねえだろ。よかったじゃん。おい、キリュウ。あいつやる気みたいだぜ。目つきが気に入らねえんだよ。なんなんだ。おい、何やってんだ、キリュウ。着いたぞ。ここだ。本当にこんなとこにあるんだな。そんじゃ入ろうぜ。ああ無難な線だとこんなところか。なんかパッと。それが仇ってもんだろうが、見え張ってなんぼなのはご。ただならおめえにぴったりだな。うるせえな。バカ、おめえそれ絶対やめとけ。なんでダメなの。これじゃあスーツの自己主張が激しすぎて、アクセサリー着こなすにはセンスだけじゃなくて。それじゃあこれはどうだ。ほう、さっきの柄物に比べりゃマシな方だろう。よし。よ、これでど。何笑ってんだ。お前の見立てた服じゃねえか。分かってるって。いや、お前がどう言おうが俺はこの服が気に入った。え、おい、いいのか。
織田には服を何とかしろと言われただけだ。そっか。何言ってんだ。あ？鼻から俺は。ありがとうございました。ああ、お前、織田だ。そうだったな。だろうな。危なくなったらいつでも声かけろ。よ、来たか。待ち。おだ。三が抜けてるぞ、おい。上司呼び捨てにす。大体お前その服なんだよ。ちゃんとしろっつったろ。あんたに言われたくねえよ。あ？あれ。他にもっとマシな教育係はいねえのか。バカ言うなって。覚悟しときな。俺の教育は厳しいよ。キリュウ。なんだこれ。伊達眼鏡だ。どんな面でもなぜかまともな。俺にこんなもんつけろって。いちいちダダコン。さてと、それじゃあ早速始めっか。そいつが年の割に世間知らずの資産家でね。どうも太刀の割り。戦友や。あ？ヤクザのくせに戦友屋を知らねえのか。しょうがない。戦友屋っつうのは苛立く、いや立ち退き料を目当てに建物を占拠。ああ、よく借金の方に裁判所で売りに出されるビルがあるけど、こいつをせっで本当はそこの住人じゃないのにってことか。そういうこと。もっとも戦友屋をせしめた立ち抜き料から元の持ち主。いらっしゃいませ。おっ、待て。席は入り口の近くじゃダメだ。他の客が出入りしておる。これから仕事の話すんだから。わかった。もう俺の教育は始まってんだ。ここは二人掛けの席だろうが。ああ。それともお前他の席にしよう。当然だ。よし、この場所なら問題ないだろう。仕事の話をするのにおあつらえ向きだ。おい、まさか上座に座ろうなんて。入り口に近い方が下座で、遠い方が上座。それくらい知ってても実行できなきゃ意味ないんだが。分かった。いらっしゃいませ。ご注文。ああ、そうだ。
コーヒーを。いや、注文は連れが来てからにする。また後で頼むよ。かしこまりました。お前、先に注文する気だったんじゃねえだろうな。客を待つ。そういうもんか。別に期待しちゃいなかったけどよ。せめて。しかし面倒。何言ってんだい。ヤクザの方がよっぽど礼儀にうるせえぞ。あ、おい、来たぞ。どうも、山根さん。お久しぶりです。ああ、悪いね、小田さん。なんか面倒なことになっちゃって。こっち。うちの新人で桐生です。へえ、そ。立花不動産の桐生です。いいぞ。名刺交換は挨拶の基本だ。どんなに顔を売っても名刺を。だが残念、名刺が逆さま。あま、桐生さんですか。これからよろしくお願いしますよ。こちらこそよろしくお願いいたします。なるほど。お話聞く限り相手は典型的な占有屋ですね。山野井さんがそのビル落札したのは先月でしたか。すると占有屋が居座り出したのはその直前。ええ、まあ占有屋は一人ですね。はい、辻って男です。四十過ぎくらいかな。そいつから立ち退き料の要求はありましたか。まだです。私も年寄りですし、怖くてね。もちろんです。早いと500万。それはまあ、安く済めばそれに越したことはない。もともとあんたがそいつに金出す筋はねえんだ。おい、失礼だ。その辻って男、自分にはヤクザがついているなんていうも。お察しします。でもご安心ください。うちの桐生はヤクザを扱うエキスパートですから。あ？ヤクザのエキスパート。いやー、こいつはなんていうか、ちょっと気合の入ったヤクザオタクでしてね。時々ヤクザになりきっちゃあえつに言ってるんですよな。ま、それじゃあ頼めますか。もちろんあなた方への謝礼は別に用意しますから。それはありがたいんですが、立花から謝礼は遠慮するようにと言われてます。いつも山野井さんにはお世話。本当ですか。いやー、さすが。で、問題。天下一通りにある。わかりました。あとは我々にお任せください。話は分かったな。要するに占有屋をビルから立ち退かせろってことだ。ま、交渉は俺がやるよ。仕事の手本を見せてやるからな。占有屋のバックにはヤクザがついてんだろ。交渉だけで済むのか。そこは俺の腕の見せ所だな。差し当たってキリブ、君に最初の任務をやろう。なんだ。ひとっ走り菓子より買ってきてくれ。あ？相手が占有屋にしても手ぶらで交渉ってわけにいかねえだろう。またす。菓子より買ったら杉田ビルの前に来てくれ。俺はさ。それじゃ。
また後でな。ああ、キリュウ君。あ、おいおい、お前本当に元ヤクザ。すまん。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。よう、キリュウ君。ああ、これでいいんだろ。よし、さすがにこれで。ここに戦友屋が居座っているってわけか。ああ、それじゃ、行くぞ。ああ。お手並み拝見と行こうか。まあ見てな。この部屋らしいな。すみません、辻さんいます？山野井さんの代理で参りました。立花不動産のもんですがね。立花不動産？あとこれ、つまらないものですけど。おい、勝手に何すんだ。ああ、汚ねえな。あなた、
こんなにゴミだらけじゃ立ち抜くの大変じゃないですか。立ち抜く？なんだよそれ。俺は立ち抜く気なんかねえぞ。そうは言ってもね、このビルはもう山野井さんが新しいオーナーになったわけだから、それをあんたがいつまでも立ち退いてくれないって困ってんですよ。民法395条。はい。あんたも不動産屋なら勉強しな。たとえ抵当権が設定された不動産でも、短期賃貸借の場合、抵当権者に対抗することができる。要するに俺は法律に守られてここにいるんだ。なんなら出るとこ出るか。硬いこと言わないでくださいよ。立ち退いてくれるなら引っ越し費用はこっちで持ちます。ここの物件と同程度のとこをうちでご紹介しますよ。あのな、俺はここが気に入ってんだよ。そうやって何でも金で解決しようってのは感心しないね。立ち退き料目当ての占有屋がよく言うな。なんだよ占有屋って、てめえ言いがかりつける気か。ねえ辻さん、茶番はよしませんか。新しいオーナーさんとしてはさっさとこんなボロビル転売して一儲けしたいわけです。そんなもんそっちの都合だろ。お前ら下っ端じゃ話になんねえ。そのオーナー連れてこいや。あ？だったらそっちもさっさとバックにいるヤクザ出したらどうです。ヤクザ？何の話かわからねえな。だからそんな猿芝居はいらねえってんだよ。部屋に居座るだけが脳のチンピラが、でけえ口叩くな。なんだと？あんたごときにオーナーは出てこねえよ。バックのヤクザに伝えとけ。お前らの交渉相手はこの立花不動産だってな。あんま調子に乗んなよ、不動産屋風情が。それじゃ要件は伝えましたよ辻さん。ま、最初はこんなところだろうな。ずいぶん荒っぽい交渉だったじゃねえか。ビジネスマナーってのはどこに忘れてきたんだ。仕事ってのは使い分けが大事なんだよ。大体あの辻って占有屋はうちの交渉相手じゃねえ。まずは本物の交渉相手を引きずり出さねえとな。本物の交渉相手、バックにいるヤクザか。結局なんだこいつら。鈍いねえ桐生君。本物の交渉相手だろ。早速反応があったってことだ。おたくらが立花不動産って人たち？あんたは？おたくらの味方ですよ、杉田ビルの専用。ええ、まあね。それ、うちが。なるほど、その仲介料として。話が早いね。そうだな、700万ってところが。あの、ほんの少し部屋に居座っただけで700万。あんたら楽して儲けすぎでしょう。楽して儲けてんのはお互い様だろ。今時の不動産屋は濡れ手で泡だ。だからってあんたらに。へえ、どうやって？もちろん力ずくでだよね、キリュウ君。おだ、あんた。まあね、でも新入社員の。いや、そうでもねえさ。素人。
余計な手間かけさせやがる。この手間賃は。その手間賃ってのはいくらだ。300万。てめえら、その面覚えたからよ。お前らどこの組？登場会。太平一家。あいつの組か。堂島組若頭補佐。うちを敵に回したこと。河村町には星の数ほどヤクザの組があるのによ。よりによって。もっとも俺らがから戦友やろ辻さん。はい。まだそのビルに居座るつもりなら、さっきの、いや、あんたの後ろ盾は見ての通りだよ、辻。いえ、めっそうもない。あ、そう。それじゃ、今夜中にあの部屋出てってね。明日の朝までいたら、この、今夜中に立ち退かせていただきます。これがあんたのし、俺のじゃない。全部、ま、最初の仕事にしては。俺が極道になったのは、仕事を楽しむた。お前もしかして。そんな先のこと考えてねえよ。そっか。それより。問題の戦友屋は追い出した。それが済んだら。セレナ。ただの血。安心しな。今度は仕事じゃない。案外気も。まあね。あのじいさん、マイボールでボーリングするのが日課でね。マッハボールか。それじゃ。それにしても頑固。自分の物件なんてもうほとんど残ってない状態なのに。まったくだ。山の井さえいなく。おっと。てめえ、なに。まあまあいいじゃねえ。俺は今日はもう人をな。それに俺って器が広いからよ。怖い顔した兄ちゃんだな。じゃあな。もう二度と俺の前に立つんじゃねえぞ。
山主さん。おい、しっ、キリュウさん。ああ、そんなこと。いえ、大丈夫です。わかった。すみませんね。ありがとうございました。いや、それは別にか。ええ、おかげさまで。しかし、実はうちを潰そうとしているで。あんたを。ゆっくり楽しもうぜ。なあ、何バカなこと言ってるんですか。